was done growing up. Had enough of chasing down the sun. But suddenly I can see everything evergreen. I won't pretend I ever found my way. I've made my... はい、どうもこんにちは。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は8月の5日6日で行われた神奈川県最大級の植物イベントスープで植物などを数点購入しましたのでご紹介したいと思います。紹介というか、今後購入時と比べてどれだけ成長したのか、比較できるように映像に残しておきたいというのが目的ですかね。はい、このスープというイベント、神奈川県最大級ということだけあって、アガベや開墾植物、ビカクシダなどビサールプランツの国内屈指の販売者や、人気の陶器鉢や 3D ペイント鉢、そして大人気のフィギュアのクリエイターオズワートさんなど出店業者は20以上で、特にアガベなんですけど、普段お目にかかれない高級アガベが本当に多くて、価格はねめちゃめちゃ刺激的。まあただ価格だけではなくて、もう見ているだけで本当刺激的で、もう食欲爆上がりですね。またね、デフテックのマイクロさんのライブも行われたようで、かなりご機嫌なイベントなんじゃないでしょうか。今回撮影はしていないんですけど、あの日の園芸の陽介さんや夫婦で配信されてるシュミカさんが動画にされてるので、気になる方はチェックしてみてください。はい、それでは今回購入したものなんですけど、まあ、本当はねアガベのオアハカが欲しかったんですが、もう何度も言いますが価格がね刺激的なので予算が足りずに諦めました。はい、それでは購入したもの1点目はこちらのアガベチタノタのブラック&ブルー、チャムプランツさんで購入しました。この黒い巨子にこのブルーがかった葉っぱ、まあ、このね色を見てやっとねこうブラック&ブルーの名前のゆえんというものがちゃんと理解できましたね。このねレッドキャットと比べると分かりやすいんじゃないかなと思います。この黒いうねってる巨子がいかつくて、まあ、それでいてねこのブルーがかった葉っぱが上品というかクールなのがかっこいいですよね。根がないので土に植える前に水苔で発根させていきたいと思います。アガベの抜き苗で、まあ、根が残ってるものもあると思うんですけど、まあ、それに比べてねこの全くもう根がつるんつるんのものなので、ちょっとね時間がかかるそうですね。まあ、今までだいたい1週間ぐらいで発根してくれてるので、まあ、これは2週間ぐらいはかかるのかな。で、水苔発根なんですけど、もう人によってやり方が違うと思うんですけど、と僕の場合は水耕と水苔のハイブリッドって感じですね。もうタプタプでねこう水を入れて、まあ、それで発根管理してて、今のところうまくいってるので、こんな状態でね発根管理していきます。ネームタグとステッカー付きですので、ここに挿していこうと思います。いいですね、これあるだけで、これあるだけで高級感が増しますね。はい、アガベチタノタのブラック&ブルー、アガベ BB ですね、発酵まで楽しみに待ちたいと思います。はい、2つ目がこちらオペルクリカリアデカリですね。これはボタライフさんで購入しました。未生で1年くらいの株らしいですね。このデカリなんですけど、沖縄の YouTuber で内縄さんがアップしてる動画見たことある方いらっしゃいますかね。デカリめちゃめちゃかっこいいんですよね。まあ、剪定と根上げを繰り返して、もうねこの沖縄の劇になる木みたいな、もうめちゃめちゃ大樹になってるんですよ。まあ、なんでねデカリもねかっこいいなと思ってて、あんな風に育てたいなと思って気になってるたところ、ちょうどね販売されてましたので、今回購入をしました。あんな風には到底できませんけど、デカリーはパキプスよりか成長が早いようなので、剪定をね繰り返して少しでも近づけていければなと思っております。でもうこのデカリーねもうパンパンなんで、かなりねパワータンクが育ってるんじゃないかなと思いますので、植え替えをしていこうと思います。
感じですね。そこまでは太くはなってないですね。まあ、今回はもう鉢増しっていう感じなので、まあ、根っこは全くもういじらずにこのまま植え替えをしていきます。パワータンクはカットをしないでそのまま育てた方が早く大きく成長してくれるということですので、今回はねこのまま植え込んでいきたいと思います。今回植えるのはリンクプランツさんで購入したロングポット、22センチぐらいですね。まあ、このオペルクリカリア属っていうんですかね、パワータンクの成長が株の成長につながってくるので、こう気持ちよくね成長してくれるようにロングポットに植えていきたいと思います。でちょっとね植える位置を見て、マガンプも下に入れていきたいなと思います。またこのベカリーもいい感じに成長したら動画で紹介させていただきますね。はい、それでは最後になります。最後はねこちらオズワートさんのコーデックスマンやりました。まあ、正直言ってねこれがね本命だったんですよね。今回イベント2日間行われていて、まあ、最終日に行ったので残っているか心配だったんですけど、残りもう5体でじゃんけん大会になりまして、まあ、壮絶なねじゃんけん大会を制し見事ゲットすることができました。足来ましたね。はい、オズワートさんのコーデックスマン、あ、パキポーというのはですね、もうねすごいですね。このシワ感というかこのグルキリスのシワ感もちゃんと出ていて、でこのね足がねめちゃめちゃリアルで可愛いんですよね。ちゃんとね足のねシワ感も出てるんですよね。いやーいい感じ。はい、またね植物の合間に置くとアート感が加わっていい感じですよね。ただ1体だと寂しいのもあって集めたくなってしまうんですよね。まあ、ここにもね沼の入り口があって、まあ、怖いですね。はい、今回は神奈川県で行われたプランツイベントスープで購入したものを紹介しました。今後ねこういうイベントで後悔しないために事前に行くイベントで買う植物予算を決めて日頃の細かい散財は抑えようと思いました。まあ、とは言ってもね、植物は一期一会の出会いなので、なかなかね、難しいところもあるんですけどね。今回購入した植物は、また今後も動画で成長の様子をアップしていこうと思いますので、ぜひね、ご視聴いただければなと思います。はい、それでは最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。